住吉津は古代日本に存在した港である。上町大地の南西端、現在の大阪府大阪市住吉区を整流する細江川の河口に形成されていた住吉の細江と呼ばれる入り江にあった。住吉は平安時代頃まで住の江と呼ばれており、住の江、清江とも表記された。住吉表記の初見は日本初期神宮皇后折衝元年上で、 風土記一文によれば、神宮皇后による、住吉大宮鎮座地選定の際の、新住吉氏、住吉の国の逸話が、住吉表記の由来と言われている。住吉津の初見は同じく、日本初期、有略天皇十四年正月春城で、呉に派遣されていたみ、京すぐり青が、住吉津に、呉の使者を連れて帰ってきている。上町大地の北西にあった何ずに対して、 住吉津は河内、大和方面へのアクセスの良さで優位にあった。県隋市や県東市は住吉大社で住吉大臣に祈りを捧げた後、住吉津から出発し、何和津を経由して現在でいうところの瀬戸内海を九州へ向かった。おとぎ話の一寸法師は住吉の細江から出発し、住の江の海に出た後、淀川を登り、京都へ向かう話である。 おとぎ話の浦島太郎も、万葉集の万葉集館9による話中においての一文や、住吉明神、エンドロー王、浦島太郎の関係からも、浦島太郎の舞台での候補として挙げられている。ありがとうございます。